日本埼玉県川口市西川口西川口は埼玉県川口市の町名。現行行政地名は西川口1丁目から西川口6丁目。郵便番号は332-0021。川口市北西部の横曽根地区に位置する。西川口駅西口とその周辺の区域にあたる。北の一点で、蕨市、塚越、東で、並木、南東で。 並木元町、南で、川口、中町、南西で、南町、宮町、西で緑川を挟んで、戸田式、沢、北西で、び市南町と隣接する。ベッドタウンとして人口は増加傾向にあり、アパートマンションの建設が相次いでいる。2006年以前には、NK 流と呼ばれる違法な西風俗店が少なくとも200店舗以上、乱立するエリアだったが、 埼玉県警察の重点的な摘発もあり壊滅。2010年代に入ると多くの空き店舗に中華料理店が入り出し、小さな中華街的な景観ができた。JR 東日本京浜東北線西川口駅、西口周辺が町名としての川口市西川口に該当するが、東口の川口市並木及び駅北側に位置する蕨市南町戸田敷。 沢の一部を含む地域が徒歩圏内である。住宅地の地下は2019年の工事地下によれば、西川口3路8の24の地点で26万3000円、平方メートルとなっている。元禄年間には、現在の西川口1から6丁目を中心に、隣町の並木などを含んだ横曽根村が、蕨宿のスケゴとして指定され、明治維新まで多くの農民が動員された。 特に王女和宮が中山道を通過するときには近在から多く動員された。1954年に開業した西川口駅にちなんで1974年の住居表示実施時に名付けられたものである。2018年3月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。西川口で最も多い在日外国人は中国人で、 西川口駅から近い場所にコミュニティを形成している。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。一点でのみ接する。ありがとうございます。